学問とは一定の理論に基づいて体系化された知識と方法であり、哲学や歴史学、心理学や言語学などの人文科学、政治学や法律学などの社会科学、物理学や科学などの自然科学などの総称。英語ではサイエンスであり、サイエンスは普通、科学と訳す。他のものとしてはアカデミック、ラーニング、スタディー、スカラーシップなどがある。 なお、学問の専門家を一般に学者と呼ぶ。研究者、科学者と呼ばれる場合もある。学問については体系化された知識を指すことが多い。ただし、学問を知識のことだとするのはあくまで一例であり、具体的な意味や目的による定義は多数存在する。また主観的にも意味合いが違ってくる。基本的に学問の名前は設備語である。 学をつけて言い表すが、学がついていないものも多数ある。歴史的に見れば、学問は様々な場所で行われてきた。例えば、江戸時代の日本では、私塾が、藩校などとともに、大いに学問の発展を担ってきた。大学制度が整えられている現在では、学問は大学によって主導されていることが多いが、その他の様々な研究所で行われていることもある。 近代教育が確立される以前の学問は地の体系を指すという意味以外にも今日の言葉で言う人間学や教養を意味する使われ方もしてきた。儒学で言う成人の学などという言葉の文脈で使われる学問は今日の自然科学、社会科学、人文科学という意味での学問ではなく人格を収容する手段としての学問である。日本においても 江戸時代の儒学者などの言う学問は人間の収容と社会を治める知識としての学問の両方を意味していた。現在、ある学問が存在すれば一般的にはそれに関連する学会が存在しており、その学問の発展に関与しており、各学者は一般的には当該学問のいずれかの学会の会員となっていて、自身の研究の成果を発表することで認知を得たり、 あるいは他の学者の発表を確認することで、当該学問の最新の情報を把握し、自身の研究に役立てようと努めている。学問の追求によって得られた知識などは、学会での発表だけでなく、各種学術雑誌での公表、著者の出版など、様々な方法で公表される可能性がある。ただし、特に自然科学系の学問においては、数限られた定評ある。 学術雑誌などで作読を受けた上で公表された知識の方が最も正式なものと認知され、そうではない知識に比べて格段に信頼される傾向が強い。学問の分類は人によって異なる。大まかには日常会話や文献検索時の共通キーワードとして時と場合により下記の分類のいずれかとすることが多い。なお、科学、技術、 工学などの言葉は定義が無数にあり、統一的な定義は存在しないため、科学と技術をベースとした学問の分類とその範囲を厳密に決めることは困難である。文系、理系の大雑把な分類学会による分類図書による分類公務員試験、企業の就職試験、資格試験に見られる、区分け1991年以前の半数以上の 大学に共通して見られる組織による分類学位の分類科学技術行政の統計を作成する場合の分類一般的または慣例的に使用される人文、社会、自然科学による分類及び基礎と応用の区分けなどによる分類内容と場合によっては人文科学とも呼称する。上記の分類以外に大学の文学部で行っている学問を指す解釈もある。 下記の小分類のいくつかは人文科学に含める場合もある。最も大まかな分類では社会科学全体が人文科学に含まれる。この分類以外に大学の法学部、経済学部、教育学部などで行っている学問を指す解釈もある。基本的には大学の理学部で行っている学問を指す。基礎科学も自然科学と同等に扱われる場合が多い。 自然科学や社会科学との境界が曖昧なものもある。ラファエロ・サンティアテナイの学童線5 1 0から11フレスコ左の点を指すのがプラトンであり、右の大地を指さすのがアリストテレスである。応用科学とは、基本的に医学部、薬学部、私学部、工学部、農学部で行っている学問を指すことが多いが、人文科学や、 社会科学の応用分野についても応用科学とされることもある。実学はその時代の文明や人間活動の役に立つと同時に基礎科学分野にも影響を与え、かつ構成にも多くの普遍的な知識、技術を与えるものである。学際分野とは複数の小分類の学問を組み合わせたり、目的別によるテーマごとに複数分野の学問の観点からアプローチする。 新分野の学問のことである。また、このような学際分野が体系性を持った科学であることを強調するときに、総合科学の子が用いられることもある。各大学では、学際分野の学問を試行することもあり、総合科学の他にも、総合人間学などの多様な故障があり、独自の名称で呼ばれていることもあり、世間への認知は広がりつつある段階である。また、 学際的な大学の新組織も、各々のの教員は、小分類の学会などでも活動を行っており、新学問を施行した教育研究組織のほとんどは、各教員が有する学位の専攻分野などは異なっている。学問は様々な側面から分類できる。ありがとうございます。